皆さんこんにちは、ナッヒーです。原神の公式生放送見ましたでしょうか？今ちょうど見終わりまして、速攻で動画回してるんですけど、バージョン 4.3 公式生放送のサムネイルだったりイベント紹介の PV で登場していました千鳥さん、超大好きです。ビジュアルもそうなんですが、まさか声優さんが竹立彩奈さん、僕がオタクになるきっかけになった声優さんで、今でもすごくね好きなんですが、竹立さんといえば俺の妹がこんなに可愛いわけがない、通称俺妹の高坂霧の役でしたり、五等分の花嫁の中野二乃、軽音だったら中野あずさ、ハイスクール DD では東条子猫、さらに SAO ではリーファと数々の有名なキャラを演じておりまして、僕にアニメの世界を教えてくださった僕にとっては神様的なお方が、なんとこの度原神に登場されることが発表されました。ただいつ来るのかが正直わからないので、その時が来るまでに可能な限り原石を貯めておこうかなと思います。ずっと前から竹立さん実装されないかなと思っていたんですが、ついにねその時がやってきました。そして問題なのが、千鳥は星5なのか星4なのか、元素は何元素になるのか。元素に関してはビジュアルだけで見れば裏元素な感じがしますよね。まあどうであれ貫突はしたいので、貫突分の石は貯めていこうかなと思います。あと思うところがあるとすれば、以前の公式生放送ではスタークの立ち絵が公開されていましたので、もしかしたらスタークと一緒に来る可能性もなきにしもあらずなので、2人が同時に実装されたら個人的には嬉しいなと思います。ということで、とにかく竹立さんが原神にやってきたということが個人的に嬉しすぎて、いち早くこの思いを皆さんに伝えたくて動画を撮りました。また動画の概要欄だったり固定コメントにバージョン 4.3 で発表されたシリアルコードを貼っておきますので、入力を忘れずにしてください。12月9日の13時までが有効期限となっております。こちらの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。